トランクで旅するトランカー、ゆう川崎です。2016年4月13日にヨルダンのアンマンからイスラエルへ渡りました。イスラエルへの国境検問所のあるキングフセイン橋へ。ここでヨルダンの出国手続きをするんですが、早く着きすぎたようで30分くらい待てと言われる。アメリカ人の夫婦がすでに待ってました。次にフランス人夫婦がやってきました。30分経ってもなかなか職員は来ない。さすが適当やな。そうこうしてるうちに中国人観光バスがいっぱい来た。あかん、団体に巻き込まれる。中国人軍団はトランクを検査の機械に勝手に入れ出す。先に待っていた私たちはトランク勝手に入れないでおとなしく待ってるのに。さすが適当やな。1時間くらい待って、ヨルダンの出国審査は簡単に終わりました。待ってる間に日本人のバックパッカーのおっちゃんに喋りかけられました。仕事を退職して60歳で世界を回っていて半年経つそうです。すごい。聞いたら若い頃にも世界を回ってたそうで、イスラエルへ行くのもこれで3回目らしい。ヨルダンの出国審査が終わった人はバスに乗り込みます。一番乗り。バス代とトランク預け代を払います。名前のところに2って書いてるのは何なんやろ。日本でいう上様的なやつかな、知らんけど。ここでちょっと不安なことが、みんなはヨルダンに出国税を払っていて控えももらってるんですが、私だけ要求されなかったんです。ラッキーくらいに思ってたんですが、控えがないと後で何か言われたら嫌なので確認してみると、私は昨日ヨルダンに入国したところやから出国税はいらんらしい。ヨルダンに2日以上いた人は払わなあかんらしいです。だからヨルダンからイスラエルからヨルダンってルートで旅する予定の人はちゃっちゃとイスラエルへ行ってしまった方がお得ってことのようです。知らん間にイスラエル側に到着。あれ、キングフセイン橋っていうくらいなんで長い橋を渡ると思ってたんですが、あっという間に着きました。もっとインドやパキスタンの道路みたいに馬車とかでごった返してるイメージやったんですが、イスラエルはもっと近代的でした。ここがすでにイミグレーションとか知らずに写真撮ったら職員に注意されたんで、裾の様子を見ていたバックパッカーの日本人のおっちゃんイミグレーションを並んでる時に、写真ダメって言われても撮りたくなるよねとか言いながら、イミグレーションに向かって写真撮り出したおっちゃん。あ、この世界一厳しいで有名なイスラエルのイミグレでやめてや。職員が速攻察知して注意しながらこっちに向かってきました。なのにそれに気づいてないおっちゃんは、誰も注意してこないねとかのんきに言いながら、もう1枚写真撮ろうとしたので、やめてと言っておっちゃんの腕を振り下ろしました。職員に連行されていくおっちゃん、さようなら。海外慣れしてない人なら、イミグレで写真撮ろうとしてる人たまにいてますよ。でもそれは本当に無知だから仕方ない。でも旅慣れてるであろうバックパッカーのおっちゃんのまさかの行動に呆れました。しばらくして解放されて戻ってきたおっちゃん、注意してるのになんで何度も写真撮ったんやと怒られたらしい。もちろん写真消去も、ほら見てみ、イミグレが写真禁止なんて旅慣れてる人からしたら基本中の基本やろ。世界一厳しいで有名なイスラエルの入国審査、何箇所か通過するんですが、荷物預けてから1箇所目通過するときに女性職員に、なんでストールしてるのって聞かれました。とっさに帽子の代わりと答えるとすんなり通れたんですが、この時のスタイルいつもと違う感じでムスリムっぽくなくターバン巻きにしてみたんです。っていうか全然似合ってないな。そして2箇所目通過の時に速攻ストップかかりました。結構待たされる。英語喋れる女性職員待ちのようでした。やっと呼ばれて別室へ。なんで頭にストールしてんねん、日よけじゃあ。宗教はなんやねん、仏教じゃあ。どこに行くつもりやねん、エルサレム。エルサレムで何するねん、ただの観光じゃ。どこに行くねん、そんなもん覚えてないわ。どこに行くのかしつこいから、マジでまだどこに行くか何もリサーチしてないから、ガイドブックの地図を取り出してこの辺と指さしても納得しない女。この辺ってどこに行くねん、そんなもん行ってから決めるんじゃ。モスクに行くのか教会に行くのか。行くよ。どこの、名前まで覚えてないわ。ガイドブックで調べる。なんやねん、頭にストールしてるのがあかんのんか。それなら取ればいいんか。そうじゃ、
パスポートと写真が違う。なるほどね、ムスリムの人ってパスポートもストール巻いてるんですかね。ストールを取って髪の毛ボッサボサになる私、せっかく上手にターバン巻きできてたのに似合ってないけど。銃は持ってるか。ああ持ってるわけないやろ。ってかすでに荷物検査終わってるやろが。ホテルはどこや。ここじゃ。ガイドブックに印つけてたので指さす。それでもなんか納得しない様子なので、ホテルの予約のバウチャーを見せる。持っててよかった。そしたらどこかに電話し出す女。ホテルに電話してたのかどうかは謎ですが、やっと解放されました。そして3カ所目でパスポートに判子をされる代わりにこのような紙を発行されます。イスラエルの判子があると他のアラブ諸国へ入国できなくなってしまうからです。最近はノースタンプってわざわざ言わなくても押さなくなったみたいです。4カ所目はすんなり通れて、晴れてイスラエル入国。イスラエルで別室行きになると何時間も質問攻めされ、長い時は6時間くらい拘束されると聞いてたので正直ビビってたんですが、まさかの自分が別室行きになるとは。イスラエル入国までにトータル3時間くらいかかりました。別室行きになった以外にも結構並んでたのでね。イスラエルで泊まるルパラティンホテルへ。ボロくて泣ける。本当はもっといいホテルに泊まる予定がブッキングできなかったんです。ホテルのおばちゃんが親切にいろいろ道を教えてくれました。なぜかセリフィー頼まれる。早速街中へ。トレインっぽいコーヒー屋さんはチェーン店なのかよく見かけました。面白い。ユーニードコーヒーって名前がなんとなく好き。セブンってもしや韓国人歌手のお店ですか。新市街は路面電車が走ってたりと意外とおしゃれでテンション上がる。ヨーロッパと中東がミックスされたみたいな街です。早朝から何も食べてないし、イスラエル入国も別室行きになり疲れたのでランチへ。日本食とイタリアンがミックスされた神のようなお店を見つけました。海外で何を食べたらいいかわからないときはイタリアンか日本食ばかり食べてるんです。無難なのでピザ&寿司って書いてあるんですが、その下にパリって書いてるんです。一体何を目指してるねん。レモネードを注文。頭のストール入国審査で取らされたので急いでレストランで巻いたけど、なんか変やな。パスタと寿司という海外では神的組み合わせ。海外ではあえてアボカド巻きが食べたくなる。レシートにニコちゃんマーク書かれてました。かわいい。そうそう、さっき ATM でイスラエルのお金を下ろしたんですが、イスラエルのお金の単位がまだわからなくて、適当に多すぎず少なすぎない数字を選んだら、計算してみたら6万円分も下ろしてました。いや、イスラエルに3日間しかいない予定やのにそんなにお金いらん。ってことでお金があるので奮発してパスタも寿司も頼みましたよ。ユダヤ人が頭に乗せるキッパを売る男性、かわいいキッパがいっぱい売ってました。ドラえもんがあったら買いたかってんけどな。このキッパってハゲてる人はどうやってつけてるのかなぞ。なかなかデリケートな問題やから直接聞きづらいし、面白いアイデア商品見つけました。なんとレモンに刺してスプレーできる優れもの。手が汚れなくていいね。1個購入しました。多分使うことないけど無駄にお金があるのでね。このおっちゃん簡単な日本語ができるから、なんでか聞いたら3ヶ月間だけ日本でルイ・ヴィトンのパチモンを売ってたそうです。帰国してから友達にそれ日本にも売ってるでと言われました。図工エルサレム嘆きの壁編へ続く。